はい、ではよろしくお願いいたします。今この会場で多分知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私一応こう便利屋という商売をやっていまして、まあ、その枠でこの前早川さん、この公演主催者の方の引っ越しの仕事を私受け負ったって縁で呼んでいただいたのかなと勝手に思ってるんですけれども、まあ今言ったような引っ越しであったりとか不用品回収であったりとか草むしりの仕事を便利屋っていう肩書きで東京でやっているものです。宮波と申します。よろしくお願いいたします。はい、でこれテーマが何でしたっけ、コロナ時代を生き抜く個人事業主のあり方ってことですよね。で、まあちょっといくつかあるんですけれども、どうですかね、便利屋って言った時にそもそもなんか怪しいというか、コロナとか関係なく食えてないんじゃないかみたいな感想を持つ方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあちょっとそれ若干当たっていなくて、便利屋っていうのはたくさん需要がある仕事です。で、需要に対して業者が少ない仕事なので、まあその食いっぱぐれるような仕事ではないです。ただこれもコロナの前から常にこう課題ではあったことですけれども、その需要とつながるっていうところで、我々も労働力としてもうがっちりこう待ち構えている状況なんですけれども、その待ち構えている労働力とお客さんがなかなかこうつながらないっていうような、個人事業主特有の問題というか、そういうものはもう常に前々からありました。で、なので何から話したらいいですかね。そうですね、じゃあ今までどうやって仕事を取ってきたかってところだと思うんですけれども、当然ですね、先に言ったような引っ越しの仕事っていうのは繁忙期ってものがありますね。で、1月2月3月4月っていうのは毎年毎年もう殺人的にこう忙しい仕事なんです。で、この時期にじゃあどうやってお客さんと便利屋つながるのが一般的かっていうと、これ僕もそうなんですけど、もう実名出しますけど、暮らしのマーケット、これ多分ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。暮らしのマーケットであったりとか、有名どころでいうと三つもわっていうような名前、もしかしたら聞いたことある方いるかなと思うんですけど、いわゆるその仲介屋さんですね。お客さんと僕がつながりました。で、例えば引っ越しを4万円で受けました。その 20% を仲介屋さんに納める、8000円を納めるわけですけど、そういうような形で、手数料を仲介屋さんに払うことによって、お客さんとつながるっていうのが、10年15年の一般的な便利屋の流れってことなんですけど、私もそのやり方で今まで、食べてきていました。ただですね、これちょっとあれですかね、テーマと合ってる部分があるのかちょっとわからないんですけれども、そのですね、個人事業主特有の問題、さっき言いましたけど、お客さんとなかなかつながれないってところありますよね。で、つながれない個人事業主が、今言ったような仲介屋を利用してお客さんをたくさん集めます。で、これたくさん問題がそこにこう山積みになってるんですね。何かっていうと、これちょっと、話がだんだん深くなってくるんですけれども、そうですね、例えばですけど、暮らしのマーケット、先に言ったように8000円取られますよね。まずここも商売にとってものすごい痛手です。これが一つと、あとですね、これもしかしたら馴染みのない方もいるかもしれないんですけど、口コミっていう言葉ご存知ですかね。身近なところで言うと食べログとか、お店の情報多分たくさん書いてあると思うんですけど、僕らもその口コミっていう形でたくさんのお客さんから評価されるようなことになります。仲介を通して仕事をするとですね。で、ちょっと私便利屋宮波って屋号で仕事をしているので、今 Google で検索していただければたくさんの口コミが出てくると思います。で、その口コミってものに割とこう縛られるといいますか、なんて言えばいいですかね、例えばですけれども、当たり前ですけど仕事だからミスってのは起きますよね。で、起きたミスに対してこれは当たり前のことですけど全力で責任を持ってフォローします。例えば早川さんちの荷物を僕が落としましたってなった時、これじゃあ2万円の花瓶割りましたって言ったら、おそらく僕が2万円早川さんに渡して菓子折り持って頭を下げてすいませんでしたってやると思います。で、それが多分一般的な個人事業主の責任の取り方ってことだと思うんですけれども、個人事業主って仕事って当たり前そうですよね、だと思うんですけど、それで完結しないんですね。何かっていうと、例えば暮らしのマーケットで悪い口コミ書かれたとしますよ。菓子折り持っていく前に
お客さん書きますよね。この業者なんか花瓶割って何も連絡もないんだとかね、そういうことを書かれたんですよ。そうすると、まあ、仲介屋の方から我々に指導が入ります。要はうちの評判を下げるなっていう形で指導が入りますね。あとまあそうですね、ちょっと具体的な例が甘いかな。まあちょっとね説明難しいところでもあるんですけど、要は暮らしのマーケットであったりとか、そういう仲介屋さんに割とこの生殺与奪権といいますか、自分たちが飯を食べていくその権利みたいなものを完全にこう握られた状態で仕事をしている便利屋というか個人事業主はとても多い現状にあると思います。これがまあコロナ前からそもそもそういう問題があるっていう前提でお話をしていきたいんですが、でですね、最近ですね、そういう仲介屋のコマーシャル、ものすごいこう何て言えばいいですかね、活発になってると、なんか聞いたことありませんかね、なんか暮らしのマーケットみたいな、BGM で最近流れてると思うんですけど、すごいこう今最近その便利屋というか個人事業主を使って手数料商売みたいなのがすごい活発になってきてるんですね。で、まあそういう流れの中で、かなり締め付けが厳しくなっています。例えばですけど、当然我々便利屋なので、じゃあ早川さんの引っ越しの仕事受けました、で、引っ越し屋には頼まないと思うんですけど、例えばじゃあその新居に向かう途中に家具屋さんがあるから、ちょっと申し訳ないけどそこに寄ってください、家具屋さんに寄って家具もちょっと一緒に積んでもらって、で新居に着いたらその家具の組み立てもやってもらっていいですか、こういう依頼って、当然我々も柔軟に仕事をしている便利屋なので、もう待ち構えているというか想定されているような仕事内容なんですね。ただもう暮らしのマーケットをはじめとした仲介屋さんというものはもう確率的にもう彼らが用意する引っ越しの枠で我々が働いて手数料を納めるという前提で仕事を回しているので、これは一例でしかありませんけど、そういうイレギュラーなことが我々はできません。で、できませんっていうのはちょっと言い方違うんですけど、仮にこれをやったとすると、お客さんの方にこう確認の電話が入ったりとか、規約に触れるようなことをやったんじゃないかと疑われるような、現状がある、あるいは現状があると生きていいか分かりませんね、そこを運営に、睨まれるんじゃないかと我々が思うような現状がある、これは我々の主観だって言われれば仕方がないところであるんですけど、要するに何が言いたいかというと、割と仲介屋さんに縛られながら仕事をするという現状の中で働いているということをまずお伝えしたいかなと思います。でですね、なんかちょっと話がよく分かんない方向に行ってますよね。ここまで何か質問ある方っていらっしゃいますか。特になさそうですかね。わかりました。で、で結論から言うとですね、僕暮らしのマーケットを今掲載停止の状況になってます。で、ちょうどこれもタイミングが悪いんですけれども、コロナの影響でですね、全日本的に売上が多分皆さん落ちてると思うんですね。特に4月以降ですよね、落ち込んだ時期があると思います。で、僕暮らしのマーケットの仕事すらなかなか来なくなっていた時期で、非常にこうピリピリしていたんですね。で、3月の暮らしのマーケットの手数料、要は3月に暮らしのマーケットで受けた仕事の手数料を4月の末に払わないといけないんです。で、これは大体私20% だったんで20万円弱っていう金額だったんですけど、4月に入ってもう仕事がパッタリ来なくなってしまって、その手数料払えなくなってしまったんですね。そういう状況の中で、ツイッターに私の公式のアカウントで手数料がちょっと高すぎるんじゃないかとか、もう飯の種ってものを運営の側に握られてるっていう状況はおかしいんじゃないかと、かなりソフトな言い方ですよ、問題提起をしたところ、即日ですね、もう掲載停止になって、で、ダブルパンチですよね。コロナで仕事がなくなっている、で暮らしのマーケットでも仕事を奪われると、で、もう本当に収入がもう4月の収入、私確か7万円ぐらいしか稼げなかったですね。もう食べていけないですよね。
そういう状況に追い込まれました。でそこで私ちょっと気づいてしまったというか、まあ世の中でですね、個人事業主って枠組みの人たちって、まあ、自分のことを自営業者って名乗ったりとか、大丈夫ですか、なんか分かりました、自分のことを自営業者って名乗ったりとか、まあ、中にはこう経営者って名乗ったりとか、まあ、なんかこうサラリーマンと自分は違うんだみたいな、そういう自意識を持って個人事業主って枠組みで働いてる人もたくさんいると思うんですけど、まあ非常にですね、こうそういう個人事業主って実はこう絞り取られていて、自分の力で食べている人って少ないんじゃないかなって正直気づいてしまったんです。そこで要は大手の仲介屋さんに、まあ、これも事実上の社員ですよね、乗っかるような形で顔色を伺いながら、まあ、仕事をもらってるという現状を僕はもう少なくともなってました。そこに気づいてしまったので、まあ、プラスでこうコロナで売り上げが落ち込んで、じゃあどう食べていこうって考えた時に、まあ、もうすごい単純ですよね。本来の自営業者というか自分の力で食べていこうというところで結論を出しました。でその結論というのは具体的にどういうことかというと、まず始めたことなんですけれども、私は近所中にチラシを配りました。このチラシなんですけど、本当にベタですよね。古典的な、もう本当にどうすればいいか分からなかったので、とりあえず動こうってことでチラシをばらまきましたね。コピー機も中古品のものがたくさん手に入るので、まあ、我々の横で出物っていうんですけど、まあ、そのコピー中古品のコピー機でこれをたくさん吸って近所中にばらまきました。であとは不動産屋に僕が名刺を持って自分から営業をかけに行きました。引っ越しの仕事をくれたらテンパー返すんでお客さん紹介してください。で、まあ、仲良くなれば、まあ、融通も利かせるような形で、まあ、特別な扱いだけじゃないですけど、まあ、義理人情大事にしてやりますよという形で営業をかけて回りました。であとは、まあ、ちょっと3点目、まあ、今言った1点目2点目成功してまして、もうリンリンでは鳴り響いてます。なんで、まあ、それはまあ成功してる例なんですけれども、まあ、3つ目ですよね。ツイッターやインスタグラム、ちょっとこれ今風ですよね。私個人的にあんまりこう SNS を活用とか好きではないですね。なんかこうちょっとチャラチャラした感じがするというか、あまり正直好きではないんですけど、まあ、仕事の一環だってことでもう食っていくために、まあ、毎日僕は更新してるんです。そうすると、まあ、そこから若い子たちですよね、10代、20代前半の子たちから引っ越しの依頼が毎月多い時は10件、15件来ますね。まあ、そういう形で、まあ、その3点を、まあ、頑張ることによって、まあ、暮らしのマーケットを脱却してですね、仕事を結局得ることができるようになりました。なので、まあ、でそこでですね、僕は仕事をしていく中で根本的にですね、考えを変えなきゃいけないなって思うことがたくさん出てきたんですね。で、まあ、それが何かっていうとですね、まあ、その暮らしのマーケットに、まあ、僕って業者がこう並ぶわけですよ。たくさんこう業者が上の方から、まあ、じゃあこの業者は草むしりいくらいくらいくらこう顔とですね、値段がこう右側に乗っかってたくさんこう並ぶわけですよね。でその並んでる業者の中で、まあ、お客さんこうショッピングカートでなんか商品を選ぶかのように業者を選ぶわけですよ。でその業者って、じゃあ選ばれた業者何やるかっていったら、当たり前ですけどいい口コミを書いてもらうためだけに仕事するんですよ。もうお客さんと継続的な関係結ぼうとか、もうあんまりそういう頭ないですよね。もう単発的な仕事をいい口コミをもらうためだけに仕事をすると、これが暮らしのマーケットでの働き方だったのと気づいたんですね。で、このやり方では今後絶対やっていけないというふうに僕は気づきました。でさらに言うとですよ、まあ、ちょっと話広がっていくんですけど、そもそも暮らしのマーケットであったりとか、そういう仲介屋さん経由で入ってくる仕事っていうのは値崩れしているというか、単価がですね、異常に低いんですよ。要はですね、まあ、我々現場仕事の人間ですよ。で、
まあ、リスクもって怪我のリスクもってですよ。で、まあ、運転もちろんトラック運転しますからいつ事故ってもおかしくないですよ。まあ、そういうリスクを負った、まあ、言ってみれば職人みたいなもんですよね。その職人に支払う金額ってものが倉島マーケット経由あるいはまあ仲介屋経由って言っていいと思うんですけど極端に低いです。これなんでそういうこと起きてくるかっていうと当たり前のことで名前と値段並ぶわけですよ。もう値段ダンピング競争って言っていいと思います。そういう現状が起きてます。で、まあ、なんとなくお客さんはこの人口コミでいいからこう選んでいくわけですよ。で、じゃあ例えばですよ、エアコンクリーニングでコマーシャルで言ってますよね、5000円とか言ってますよね。これ業者は手数料2000円払いますから手元に3000円しか残りませんよ。で、交通費で行って帰ってきていくら残るんだと。まあバイトじゃないですからね。まあ確かに作業時間1時間ぐらいだと思いますよ。バイトじゃないですからせめてやっぱ1現場1万5000円渡さないといけませんよ。でもじゃあ業者はね、なんでそんなに安い値段でやっていけるかっていうと、これが倉島マーケットをはじめとする仲介のすごいところで、仕事が無限に来るんです。もうバンバン来るんですよ。だから例えば安い値段で受けても次の現場ぐる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 回っていけば結局収入としてはまあそれなりのものを得られるんですね。なのでまあなんとか食いつないでいける、食いつないでいけるというか、まあそれなりに稼いでる業者もいると思います。ただ起きていることは確実に値段こうダンピング競争の波に乗っかっていくという現象が起きています。で、そうなるとですよ、これ当たり前のことですけど、まあ中にはスーパーマンみたいな職人もいると思いますけど、そんなにたくさん依頼受けてたら一人一人のお客さんと関係を築こうって発想にならないんですよ。とにかく倉島マーケットの評価を上げて、まああるいは場合によっては値段も下げて、どん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 そのサイトの枠組みの中で仕事をたくさん取っていこうって発想に、多分忙しい頭で考えることってそういうことだと思います。なので結局、まあ、短期的には起きないことですけど、長期的に何が起きるかっていうと、例えば多分その職人さんの弟子を養成するような余裕がなくなってくると思います。で、そもそも値段も低いで、たくさん回る現場でアルバイトつきませんよ。当たり前ですけどもう逃げてきますよ。もう今時もう時給1000円なんて当たり前ですから、もうバンバンマクドナルド逃げていくと思うし、スタバでコンビニでバイトした方が楽ですから、まあ、そういう方に逃げていくと思います。で、まあ要はですね、まあそれ長期的な話ですけどね、まあ、短期的に言うと、もうとにかく目先の口コミを稼ぐってところにしか頭がいかなくなるんですね。僕はこれをちょっと話長くなりますね、校長先生みたいに。僕はこれを転換しました、考え方を。で、もう一人のお客さん、一回依頼してくれたお客さんともう末永く付き合っていく。要はですね、まあもしかしたら倉島マーケットより僕は値段若干高いかもしれません。でもやっぱりそれぐらいもらわないと生きていけませんから、まあ、しっかりしたサービスを提供する代わりに、まあそれなりの値段をいただくような形でまあ商売をしていくと。で、じゃあそのしっかりしたサービスって一体何かっていうと、草むしりの草はですね、全部抜くとかそういう話じゃないんですよ。クローバー抜けませんから、我々ね、便利屋ですから。そういう話をしているんじゃなくて、例えばですよ、まあ、ちょっとここからね、だんだん具体的な話ではなくなってくるんですけど、宮並さんに一回こう頼んだから、次何かやってくれんじゃないかと。まあ変な話、例えば、タンスをもう一個余分に回収してくれるんじゃないかっていうふうにお客さんに思ってもらうわけですよ。で、実際僕もそういうことをやります。で、まあ、要はですね、なんて言えばいいんですかね、これ難しいんですけど、倉島マーケットをはじめとする仲介屋っていうのは、数字の関係なのかなと思います。口コミのポイントと、あと金額ですよね。そういう関係なのかなと思うんですけど、まあ、僕はそういう関係ではなくって、もう本当になんて言えばいいですかね、当たり前のこう人間的な貸し借りって言えばいいですか。これね、すごい説明難しいんですけど、例えばですよ、まあ、ちょっと早川さん恩着せがましくなってしまうんですけど、早川さんの引っ越しすごい安くやりました。だからここに呼んでもらったのかなって勝手に思ってるんですけど、何かしらでこうね、なんて言えばいいんですかね、一回投げたボールをこうまた受け取るというか、経済合理性とか数字とか口コミとか、そういう契約の概念とはまた別のところで、もうなんて言えばいいですかね、人間的ななんとなくの関係ですよね。
なんとなく恩義を感じて、なんとなく恩義を返すとか、そういう感覚をもっとこう強調していくというか、重視して商売を進めていこうと。てかね、これ決意して決めたことではなくって、もう自然とそういう仲介を出してからそうなっていきました。なので、こう仕事するべきだって話をしてるんじゃなくて、そうなっていったって話を今してるんですけど、そういう、なんて言えばいいですかね、贈与と言えばいいのかな、経済合理性とは別の恩義の貸し借り、これを今重視して仕事をしています。で、一旦区切るんですけど、何かあります？特にないかな。何かありますって聞かれても、質問って出ないですよね、これは。一応ちょっとじゃあ休憩兼ねて10秒15秒ほど質問待とうかなと思います。特にないですね。ありますか？あ、はい、あります。はい、一応マイク持っていこうか。ありがとうございます。今お話を聞いてたんですが、はい、私も何でもやってみる商売が、いわゆるそういう、なんていうのかな、こうお家にまつわることの、例えばその一緒に何かやってほしいということに付属して、何でも屋さんっていうのです、なるほど、すごく意味があるのかなと思ったんですけど、なんていうのかな、私も何かを購買するときに、これはきちんと選んで購買したいっていう商品と、これはネットでもいいかなっていう商品がすごくあったりするんですよね。で、例えば草むしりとかだったりすると、じゃあその、仲のいい人に頼むとかっていうよりも手頃で安く、どれ調べたいなって思うなりたちだったりするんですよ、ね。だからその何でも屋さんっていうのは、その仕事 の価値とか、そういったものを、その仕事自体を高めようとか、そういう意識とかってあったりするんですか？それはもちろん日々修行というか仕事のクオリティ高めようっていうのは仕事をするって意識ではもちろんそれは強く持ってます。日々反省をしてますね。ありがとうございます。すみません。あと私はちょっと聞きたいんですけれども、さっき口コミで悪いのがついちゃって、それが結構致命傷というか、でもその後例えば謝ったりとか、なんかお客さんも誤解とかしてたりして、トラブルが解消しても、その悪い口コミって消せないのか消えないのかとか、そのあたりがちょっと気になったんですが、規約上は消せることになってます。で、削除依頼みたいなものを送ることはできます。ただもちろん仲介屋によると思いますよ。どこの仲介屋がとは言いませんけど、僕は一つだけ悪い口コミ確かついてるんですね。お客さんのこれは誤解っていうのは僕の立場なんですけど、それをしっかりと運営に説明しても一切返答はないですね。で、ちょっとね、話そこで伸ばすと、やっぱりね、そのお客さんの目線と業者の目線って結構違っていて、例えばですよ、草むしりの話に戻ると、草をですね、もう全部抜くってもう無理です、はっきり言って。できません。10万円積んでくれればやりますけど、3人がかりでこれだけの範囲やりますけど、もう小指の爪ぐらいの草っていうのはこれもう絶対残ってしまいます。で、仮にそれを抜いたとしても3日後にはまた生えていきます。これが業者の目線で言うと、じゃあ2週間後1ヶ月後に庭がそれなりの状態になっているのはどういう状態かっていうのはやっぱりもう分かるので、それに見合う作業をするわけです。で、お客さんに当然説明します。それでも納得しないお客さんの中にはいらっしゃるんですね。僕なんかもうその納得してくれない場合はもうお金もらわずに帰っちゃったりするんですけど、そういう、こう意識のズレみたいなものはこう常にあるので、難しいんですよね。で、それってはっきり言って長い付き合い、お客さんとの長い付き合いの中で解消していく問題なのかなと僕は思ってます。ただやっぱりこう初見の業者、ネットで検索してよくわからない業者頼んで、なんか自分は適当なことされたんじゃないかみたいな、そういう目線の方も中にいるので、プロ目線から見ると、いやいや、その不満っていうのは間違ってるよみたいなものが僕のところにあまり書かれてませんけど、
いろんな業種の口コミに書かれてるなっていうふうに僕の印象ですけど、そういうふうに見てます。はい、他にもし質問ある人いたら大丈夫そう。じゃあまた話続けますか。はい、で、まあ、ちょっともう話の最後の方になってくるんですけど、まあ、さっきですね、義理人情って言葉を僕使いました。で、これ具体的に例えばどういうことかっていうと、まあ、例えばですよ、まあ、これ一例ですよ。僕は駒込の商店街に住んでます。もうど真ん中に住んでるんですけど、例えば僕の家の目の前にある金物屋さんがあるんですね。で、金物屋さんって昔ながらにこう手袋とか売っていたりとか、何でもかんでも売ってるんですけど、まあ、そこのね、親父さん、ご主人とですね、僕たまに夜駒込の駅前で会うんですよ。仕事着、店 の, 衣装着たまんま歩いてて、で、あれこれご主人何やってるんですかって僕が話しかけるんですよ。そうすると彼が言うのは、いつも僕の店に買いに来てくれてるお客さんの店をでこう食事をしてるんだ、本当あんまり食べたくないんだよとか、あんまりこう言っちゃいけませんね、まあ、でも要はその なんて言うんですかね、まあ、もらったものを返すって意識でまあ、いろいろ店を回ったりしてるというようなことを聞いたりします。で、僕まさにですね、こう何かをもらなんとなくもらったらなんとなく返すっていう精神を、まあ、商店街の人たくさん持ってるなと思っていて、あともっと言うと何だろうな、例えばまあ、大手の業者なんか、大手の業者って大手のパン屋さんなんかも雨の日はなんかメロンパンサービスとかシステマイズしてそういうことをやったりするとかあると思うんですけど、まあ、割とそれをこう感覚的にやっているパン屋さんって結構商店街とかにあって、もうちょっと今日なんか話弾んだから1個パンあげるよとか、お客さんってそうすると経済合理性って目線 ではちょっとまた別の文脈で、なんとなくちょっとやっぱ買いに行こうかなとかいう気分になるんですよね。で、なんかそういう、まあ、繰り返しになるんですけど、こう合理性とは別のところの関係みたいなのが商店街では展開されている。あるいはまあ、これ商店街ではない話どんどん進んでいくんですけど、我々仲間内でもそうです。で、今そこでマスクつけてパソコンいじってる菅谷君と完全に同業者なんですね。多分今日寝不足で全然話うまくないなって目で見てると思うんですけどまあ、彼とはもう週3日4日現場一緒に入ってます。で、一体どういうことが起きてるかっていうと、これ、ね、わざわざね、こうやってマイクを使って話すのはすごい恥ずかしくなってくるんですけど、まあ、もうせっかく呼んでいただいたんで、まあ、しっかりと言葉にして話そうと思います。で、まあ、ある現場、例えば僕が早川さんの現場10万円で見積もり取りました。トラック2台必要です。で、バイトも必要ですって時に、まず僕が菅谷君に3万円で、仕事を振ります。で、トラック出してください。もう一人仲間に、で、まあ、これで、まあ、6万円飛びますよね。で、アルバイト2人雇って、まあ、2万円飛んで、僕の手元には2万円しか残ってませんけど、まあ、まあ、それは置いといて、まあ、そういう形で彼には仕事を投げます。そうすると彼は次自分で現場を取った時に僕に投げてくれます。わざわざ言うことではありませんよ。なんかプレッシャーかけてるように見えるあれなんですけど、投げてくれます。で、別にこれ契約でも何でもありませんよ。もしかしたら僕現場で全然動けないなって目で彼には見られてるかもしれませんけど、まあ、投げてくれますよね。で、これって別に商売とは全然別の文脈でもこういう話ってあると思っていて、例えば友達の引っ越し、なんか飯をおごってもらって手伝いましたって、めちゃくちゃきつかったりすることあるじゃないですか。うなぎとか酒じゃ足りねえよみたいな、そういう現場ってあると思いますよ。たくさんあると思いますよ。で、そうするとなんとなくこうなんか心理的にやりすぎちゃったなみたいな感覚がまあ、出てきて、まあ、またちょっと別のところでお返ししようとか、そういう自然な人間の関係みたいなのが出てくると思うんですけど、まあ、まさにそういうような友達に引っ越しを頼むってわけじゃないですけど、もちろん仕事なんでちゃんとやりますけど、まあ、そういう感じで何て言えばいいですかね、恩義みたいなものをキャッチボールしてます、お互いに。そういう仕事をしてます。で、さらにもっと言うとですよ、例えばですよ、菅谷君がなんかちょっとこう早川から金取れんじゃねえかとか思っちゃって20万の見積もりを出しちゃったり、例えばしますよ、あ、この人お金持ちだからなんか
この前は10万円で回してた現場だけど、この人だったら取れそうだなとか、これ仮の話ですよ。ちなみに我々そういうことやりません。やりませんよ。やりません。これ仮の話です。要は、彼がとても大きい見積もりを現場で取ったとします。で、我々3万円で雇われて現場に向かうとするじゃないですか。これ何が起きるかっていうと、お前20万取ってて3万ポッチかよみたいな。これって、この感覚って多分、普通に雇われてたら多分、起きてこない感覚だと思います。あの契約だからお前2万円で来い、3万円で現場に来いって言って書類サインしてきてんだから、もうそれでもう文句言うなよっていうのが多分あの契約って話だと思います。でもちょっとそれ違うんですよね。もしかしたら立て付けは我々お互い契約見た感じであの呼び合うのかもしれないですけど、何が起きるかっていうと、20万取った彼はおそらく僕にあの大量の酒を、もう祭りだとか言って10万円ぐらい酒を振る舞ったりとか、要は取りすぎちゃいけないんですよね、お互い。あのなんて言えばいいですかね、稼ぎすぎちゃいけないんですよ。あのそういう感覚があの我々の中にはあのあります。で、あの暮らしのマーケット自体よりもあのそういう仲間内での、 あのなんとなくの恩義の貸し借りであったりとか、数字にこだわっちゃいけないとか、そういう感覚はあのさらに強まってきてるかなと思いますね。なのであの、まあ、あの私こんなこと言っていて、結局10年後にものすごい数字を追い求める強欲社長になってたらあのとても恥ずかしいんですけれども、まあ、あの今はあの個人事業主って立場ですから自然とですね、まあ、仲良くしないといけませんから、あのそういうふうになってきてます。あので僕はこの働き方があのまあ 100% 正解っていうと突然こう宗教っぽくなっちゃうんですけど、本当にそれに近いあの数字でですね、この働き方が正しいというふうに思っています。はい、何か質問はありますか。また質問がある人いれば、はい、どうですか。うん、あ、質問あるそうです。ありがとうございます。すいません、場を盛り立てていただいて、もうシーンとしてますよね、やっぱり。私も今の仕事する前は営業の仕事を実は使っておりまして、そのお客さんとの人情的なつながりっていうのがとてもこう、まあ、大事ですよね、見たことがあったんですけど、ただこう、なんていうの、私のあくまで個人の考えです。それだけに頼ってしまうと、うん、何かの表示でその信用がガタって崩れてしまう瞬間って、いくらでも出てくると思うんですよ。こういつもこういうことをしてくれたけど、今回こういうことをしてくれなかったとか、もうあなたはいらないとか、平気で起こるような人間関係がすぐに些細なことが崩れちゃって、で崩れたら修復するのがすごい難しいから、だからこう、その義理人情をと、その、なんていうのか、本当に、その、なんていうのか、契約的なものって、こう、まあ、ハイブリッドみたいな感じで、やっていく方が、個人的な考えで申し訳ないんですけど、なんかいいのかなとかって思ってますけども、その、またその、ハイブリッドみたいな感じで、やっていこうみたいな気持ちが、出てくるんですか。あの、もちろん、あの、そうです。あの何て言いますか、あのワンピースのルフィみたいにこううわーって宴会して義理人情 100% みたいな感じではないですね。なんですけど、ただあの、まあ、答え2つ答えると、1つがあの、まあ、おっしゃる通りで関係崩れたらもう多分終わりですよ。なのでじゃあ何やるかっていったら、当たり前ですけど関係崩れないようにお互い頑張りましょうねってことなんです。これはもうあの多分どこでもそうだと、町内会でもどこでもそうだと思います。商店街同士の付き合いもそうだと思います。だからいやちょっとごめんな、現場きつかったよなって言ってこう多めに渡したりとか、いうことはもう当たり前のように我々の中では行われてますね。で、例えばですけど、じゃあ昨日の現場、菅谷君5万円くれました。でもすごい楽でした。でも5万円くれた理由は見積もりたくさん取れた現場だったからですよね。次の現場で、じゃあ、どうなるかって言った時にめちゃくちゃきつかったりしますよ。で、菅谷君、なんかチラッと聞くと見積もり取れてないなみたいな、こうなんとなく聞こえてくるわけですよ。そういう時って、まあ、本来はたくさん払わないといけないって間違いないんですけど、残業っていうのは発生してるし、でもそこは、まあでも昨日くれたしいいかなとか、
そういう意味でのなあなあさみたいなものは、まあ、みんながどうなのか分かんないですけど、僕はすごい大事にはしてますね。うん、で、まあ、もう一個言うと、で契約の話につながるんですけど、あんまり友達と付き合うときに契約って僕はあんまり出さない派なんですけど、ちなみに、あ、ごめんなさい、お名前すみません。はあんまり多分お友達と付き合う中で契約ってあんまり出しますうちの。友達付き合いのなんか、ね、そういう契約っていう関係をさせる。なんていうか、そのフレンドリーな付き合いからの収益を上げていくということは、それはそれで構想感がずっとなくて、いかれるのそれが素晴らしい。それだけではなくて、やはりそれだけではない動きみたいなことを、友人関係からの口コミじゃない、今さっきおっしゃった、あるかしら。まあ、両方何とかやっていくということに、今何ていうか、そのクラシックマーケットみたいなところからそっちの完全にフランクな感じになっちゃってるんで、それと両方ともまたこう、例えばコロナで、ね、コロナが終わったらまたそれに行こうっていう、そういう考えがあるのかなっていうか、まあ、考えないといけないですよ。考えてないから増えてないのかもしれないですけど。領収書見たらもうなんか飲み代でほとんど消えてるって感じになってますからね。おっしゃる通り、確かにそこには目を向けないといけないのかなと思います。はい、あと他の人はどうでしょうか。あ、菅谷さん。やっぱりあれしないとダメなんです。話すときはとっても。はい。はい。はい、ちょっとちっちゃめです。はい、まあ、同業者と紹介いただいた菅谷です。今話を聞いて、ね、ちょっと気になったのが、その神谷さん その仕事を取ってくる手法とか、あるいはその仲間内での関係性というのは、結構人格によってやってるところがあるかなと、今のやり方です、あ、そうかなと思うんですけども、その中長期的にどうやっていこうみたいなのがあるのか、要はその、うん、今でいうと明文化しない、ね、曖昧な義理人情のやり取りだったりとか、まあ、個々人 の、ね、もうその仕事できる人と仕事していこうみたいなのがあると思うんですけど、まあ、営業するときに例えば、ね、人格的営業以外にももっとしっかり誰でもできたりとか、うん、宮並さんじゃなくても人が、ただ宮並さんの会社の人が来るみたいなね、うん、人格以外 の、 このなんだスキルとかの信頼とかっていうのもな、うん、やっていきたいのか、もしくはもう今の状態で、うんうん、その人格ご利用し、このこういう関係性の人いっぱい広げようぜ方針なのか、うんうんうん、どう将来的に考えてるのかなっていうのはちょっと聞きたいです。難しい質問ですよね。答えられないですよね。そんなこと言われてもね。ただまあ、ここテーマで個人事業主ってことで言われてると思うんですけど、まあ多分それやったら会社になると思いますよ。で、要はマニュアル作って、まあ、会社決めた方針に従って営業してこいと。でまあ、それによって会社を回して給料を還元する、これも完全に会社のやり方ですよね。でそれ別に否定しませんよ。なんですけど、僕はそういうやり方っていうのはまあ、自分にも合ってないと思うし、結局なんだろう、大変だと思いますよ、今よりも。いや、もちろん人によっては雇われた方が楽だとか、まあ、安定みたいなの、これすごい大事な言葉ですよ、安定っていうのはね。僕別に安定なんて社楽性なんて言ってませんから。ただ安定みたいなものを求めて雇われてマニュアル従って、まあでもね、実際現場の人ってマニュアルに従うばっかりじゃないですけどね、会社ではね。まあでもそういうやり方がいいって人もいると思う。でも僕はそうじゃないと思っているので、こういう働き方を仲間たちとしているってところですね。って言っておきながら、まあ、10年後もしかしたら社長になってマニュアル作ってギャン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 いじめてるかもしれませんけど、そうならないようにね、僕も自分で抑えてるというか、常にその会社になってしまうこととの緊張関係っていうのは僕は感じてますね。はい、ありがとうございます。はい、なんかあれですよね、質問しづらい、ね、なんか僕たまに喋ることあるんですけど、バンバン来るんですけど、まあ、ちょ僕はね、なかなかこれは質問しづらいかなと思います。あ、すいません、ありがとうございます。ギリさん、はい、ギリで、はい、質問していただくので、はい、ちょっと小さめマイクは、ね、大きめの声で、うん、まあ、質問でコメントっぽいなら質問、はい、ありがとうございます。
私から聞くと、あのそうですね、なんか職人に近いの仕事で結構大変なことで、責任持たないといけないし、客さんと付き合わないといけない、そのまあ仕事ですよね。だけど、なんか社会の中にそういう仕事はだんだんコミュニティっぽくなってきて、もう昔がもしかしてお互い、うん、あ、ごめんなさい、何っぽくですか、ごめんなさい、コモジティ、コモディティ水みたいに水をもらえるみたいなもので当たり前になって、はい、でその中にだんだん人が食えなくなっていった気がするんですよ、うん、でさらにそのデジタルの社会化の中にもう機械社がウェブサイトとか作って、うん、そこからまだ 20% とかになってるんですよね、うんうん、だから結局、まあだいぶ生きにくくなってきたかな、うんいや、おっしゃる通りで、確かにそういうコメント僕もよく居酒屋でしてました、1年前ぐらいで、おっしゃる通りなんです。ただね、本当にじゃあそのデジタルってものが強いのかって考えた時に、確かにお客さんから見たら、まあ、口コミ見て安い業者ポチって押してショッピングカード買う感覚で業者を変えて楽だっていう意見もそれよく分かります。業者教員感じて、僕は感じてますよ、分かりますよ。ただやっぱりね、僕考えるんですけど、そのパン屋をおまけしてくれたりとか、そういう関係で気づく、お客さんと気づく関係の方がお客さんにとってもやっぱりいいんですよね。本当にまあちょっと上から目線というかね、業者とお客さんここにいて、僕はもう上から見た言い方になっちゃいますけど、絶対そっちの方がいいです。3000円でも4000円でも高くても、やっぱりそういうまあ、懇意にしている業者といいますか、を作ってですね、でたまにその職人さん家に招いて、まあ、食事ごちそうしてあげたりとか、まあ、お茶あげたりとかね、お歳暮を送り合ったりとか、そういう関係を築いている業者を作った方が僕はいいと思っていて、で僕がいいと思っているという絶対お客さんにとっていいと思っています。でそういうものの対極に機械というか仲介屋 ね、ショッピングカートがあると思うんですけど、僕は十分ですね、戦えるというか、やっぱりダメだな、こっちダメだなみたいな話に最終的には僕ね、みんなが気づいてほしいというか、まあ、なってくんじゃないかなと思います。で年配の方ほどね、割とそこは鋭く見抜いてるんですけど、うちらの世代って言えばいいですかね、なかなかね、こういう話をしてもなかなか伝わらない、僕もどう見ても若手に見えると思いますけど、なかなか伝わらないんですよね。これがもどかしいというか、そういうふうに思ってますね、うん、答えになってますかね、これね。ちょっと言おうとしたら、まあ、市場が役人だったとしたら、まあ、昔が80人ぐらいがお互いにメリットあるように探してたけど、最近がそれがどんどんその筋ができる、だから市場のほとんどの人が使いやすいように、コンビニなようなものを期待しているから、うん、その意味で、まあ、ビジネスでいうと市場が壊れてるみたいな、うん、なるほど、要はもう値段見てってことです。そうそう、その意味でコモディティってその意味なんですよね、なるほど。ちょっとあとで辞書で調べてみます、コモディティって単語をね、わかりますね、悲しいことです、そうですね。ただね、でも僕最終的に本当に困るのみんなだと思ってます。エアコンの職人に5000円しか渡さないでどうやって技術磨くんだとかね。でも多分ね、今このサイトでやってる業者さんたちすごい一生懸命プロ意識持ってやってると思いますけど、多分ね、そのうちそれってだってもともと彼らは若い頃叩き上げてきた人たちですからね、その感覚のまま今多分仕事してますけど、新しくこの業界入ったとき、たかだかこれっぽっちしかもらえない仕事で、多分プロ意識持ってやんないと思うし、なんかもう適当な仕事してとりあえず口コミだけ稼げればいいやみたいな業者絶対増えてきます。まあ、増えてると思いますよ実際。あんまり言い過ぎるとね、なんか怒られちゃうとあれなんで、もうね、怖いですから、企業とかね、あんまり言うのもあれですけど、あんまりいいことじゃないと思いますよ、全体にとってね。はい。コメントにコメントするみたいになってしまうんですけど、まあ、同業者として私、暮らしのマーケットっていう名前が今何とか出て、結構否定的な意見を
多かったなと思うんですけど、私結構肯定的な面もあるなと思いまして、うん、暮らしのマーケットに限らないんですけど、このインターネット今すごい発達したことによって誰でも何でもできるようになってるなというのが1個、あと5分です思いまして、例えば誰でもライターの仕事、誰でもその便利屋の仕事、あるいは誰でもそのウーバーイーツみたいな配達員の仕事をそのスタートアップとして、うん、もうスタートアップとして始めるときにすごいやりやすいなっていうのがあって、それはすごいフリーランスの間口を広げたってんで、やっぱちょっと無視できないなというふうに思ってまして、例えば宮並くんも最初そこでね、いろいろ、まあ、仕事の経験を積んだだろうなとか思ってるし、まあ、僕自身もそうだなというのがありまして、まあ、まあ、いい点悪い点見てやってった方がいいのかなという気はちょっとしますね。そしたらじゃああとは宮並さんにまとめて話して、はい、まとめですか。もう今だいぶまとまった気がしてて、まあそうですね、僕なんか義理人情の話しかしてないですよね難しいとこですけど、まあ難しいな、どうまとめましょうかね。要はまあ個人事業主がいや、まあ、ちなみに今菅谷君が言ったことすごい正しいと思っていて、まあ、そもそも前提として食っていくの大変な人たちですから、でお客さん見つけるの大変な人たちですから、もう本当にゴキブリのようにいかにして稼ぐかって考えないといけないですよ、我々はね。まあ、這いずり回って稼がないといけないです。でその這いずり回っていった触覚の先に仲介屋が僕はあってもいいと思うし、むしろ僕だから後輩が例えばそれ始めようとした時にそれやるなとか絶対言いませんよ。いやむしろ頑張れって言います。ただちょっとね、その功罪の部分の財の部分が僕の目にはあまりにもちょっと目立ちすぎているので、そうですね、まあ、まとめて言うと、まあ、暮らしのマーケットの話を今日しに来たわけじゃないんですけどまあ、彼らに潰れてほしいとか、なんかこうね、暮らしのマーケットの前に行って座り込みやって戦うぞとかね、まあ、そういう話をしたいんじゃなくて、まあ、場合によってはそうなるのかもしれませんけどね、それはやりたくないですよ。そうじゃなくても良くなってほしいんですよね。で、あまりにもその個人事業主と仲介屋ってものがこうセットで世の中で語られていて、自分らも仲介屋にこう仕事をもらってるだけなのに自営業者だってこう名乗って何かこう勘違いしてですね、食わせてもらってるのに勘違いしてなんかこう本当に這いずり回る力が奪われてしまうことが僕はすごい心配なんです。僕のようにはしご外された人間って何やったかって、この前も言ったようにチラシを、ね、近所中撒いたりとか、もう名刺持って不動産屋行って怒鳴り返して追い返されたりとか、でもこう這いずり回ってこう仕事を今取ってるわけです。で一歩間違ったらもう一歩間違ったらというか、個人事業主ってそもそもそういう、まあ、頑張りというかものと隣り合わせな世界なので、まあ、会社を辞めて仲介屋にこうのしかかって、でいざはしご外されたら待ってる先っていうのはもうチラシ配りですよってことを僕は言いたいんですよ。非常にこういびつな状態になっていると思うので、まあ何を言ってるんですかね僕はねまあ要は大変じゃないですよね。皆さんと共に頑張っていきたいと思ってます。でこれからも、まあ、菅谷君もはじめとした仲間たちと、まあもう、まあ、関係を深めつつ仕事を展開していこうと思っているので、これからどうしようというより今のやり方をいかにしてこう強化していくか守っていくかっていう考えで今僕は仕事をしているし、これからもしていくと思います。おそらくね、まあ政治家じゃないんで言ってること平気で、まあ、政治家の方が変わるのか、まあ、まあ今言ってることもしかしたら変わるかもしれませんけどまあね一人のそこら辺にいる便利屋のざれ言だと思って聞いてもらえればと思います。ありがとうございました。